はい、資料課チャンネルでございます。本日ご紹介する商品こちらになります。やめられない止まらないかっぱえびせんですね。はい、桜えびです。桜えびのかっぱえびせんです。期間限定商品ということで今回買ってまいりました。値段はですね、スーパーで88円です。前回紹介しましたあのエビ2倍仕込みと同じ金額なんですけども、同じように売っておりました。ですね、なんとこちら内容量がですね、見ていただく 50g です。はい、普通のかっぱえびせんは90g 入っております。で、あと2倍仕込みのやつは、60g、これ 50g です。すごく希少です、これ。はい、もうほぼ半分ぐらいのね、量で値段が一緒です。ということはどれもすごいあれなんでしょうね、これね、希少なんでしょうね、桜エビね。はい、ですね、50g あたりね、エネルギーが251カロリーということでこちら書いております。251カロリーでございます。はい、期間限定の桜エビ、ピンク色ですね、これね、ピンクのかっぱえびせんです。桜エビを丸ごと練り込み、サクサクとした軽い食感に仕上げたほんのりピンク色のかっぱえびせん、程よいお味と桜エビの香ばしさがやめられない止まらないの美味しさです。ということで、桜エビのね、味なんでしょうかね、これね、ピンク色なんでしょうか。ちょっとね、実際中身の方開けてみましょう。はい、じゃあ開けてみますね。よいしょ。お、違う、普通のかっぱえびせんと全然違います。おお、すごい、なんかほんと桜エビ、うん、匂いが違います。中身ね、こんな感じです。一本出してみましょう。細いです、これ。札幌ポテトバーベキュー味、あれ、札幌ポテトみたいな細さですね、これね。こんなんです。すごいですね、これ。こんなんです。うわー、すごい。びっくり、意外でした。ちなみにですね、普通のポテト、札幌ポテト、じゃなくて、カップエイゼンの太さは、こんな感じです。ね。これ、これです。どうですか、これ。全然違います。普通ね、これ、ね。カップエイゼンですね、これね。これちなみに、エビ2倍仕込みの分です。ちょっと残ってましたんでね。まあ、食べてないんで。こちらがね、こちら桜エビのね、ね、かっぱえびせんです。うわー、すげえ、全然違う。はい、ではですね、ちょっと匂いの方もね、全然違います。はっきり言ってほんと桜エビの匂いします、これ。いや、すごい、匂い全然違う。いや、これ匂いちゃうかな。ちょっと食べてみますね、一本ね。うん、味が違う、桜エビ、本当に美味しい、これ。うん、うわ、これはすげえ、これです。うん、うん、あ、違う、これね、かっぱえびじゃない、はっきり違うお菓子です、これ。もう違うお菓子として見ていただいた方がいいかもしれない。うん、食べていてもかっぱえびじゃない、これ。うん、軽い、ライト、柔らかい。でもね、やめられない、止まらないのは事実です。止まりません、これ。食べて美味しいです、これ。うん。軽いです、これ。すっごい。ライト。うん、桜エビの味がすっごいします。こっちの方がね、もう、以前食べた、以前っていうか、この前食べた、エビ2枚仕込みよりも、エビエビしてます、エビエビ。うん。美味しい、これ。これすぐなくなるわ、これ。うん。で、これでしょ。細いでしょ。こんなんです、これ。もうすぐなくなります、これ。うん、おいしい、これ。うわ、これはいいわ。うん、これね、期間限定ですんでね、ぜひ急いで買っていただいたらなと思います。今も食べながらね。うん、おいしいです、これ。桜エビうまい。ぜひともね、おすすめです、これ。おいしいです。というわけでね、今回、やめられない止まらないかっぱえびせんのね、桜エビ期間限定のね、ね、開封動画レビューさせていただきました。はい、ぜひともね、こちら買っていただきたいと思います、ね。値段の方はね、おそらく一緒と思います。普通のね、まあ、ちょっと量は少ないですけども、食べる過程の価値はこれは十分にありです。食べてみてください。というわけでね、資料課チャンネルでした。どうもありがとうございます。